大手保険会社の財団が子どもたちの健全育成や地域貢献活動に取り組む県内の団体に助成金を送りました。助成金を送ったのは地域貢献活動に積極的に取り組む団体に対し助成を行う日生財団です。大手生命保険会社日本生命が創設した財団で、1979年以降各都道府県知事から推薦があった団体を対象に毎年助成しています。今年は県内のスポーツ少年団や高齢者の居場所づくりに取り組む団体など8団体に助成金や懸賞金として合わせて236万円が贈られました。これで日生財団による県内団体への助成は累計で266団体総額1億5208万円となりました。若い人も高齢者の人も一緒にそれぞれが支え合ってやっぱり作っていくまちづくりというのが今地域共生社会に求められているという中であるかと思いますので、そういう役割を一つ一つ担っていただいてまちづくりに励んでいっていただけたらなというふうに思います。助成を受けた団体は今後子どもたちの運動能力のさらなる向上や多世代間の交流の場づくりにつなげていきたい考えです。